NBC テロ対策者 NBC テロ対策者 NBC テロ対策者 NBC テロ対応専門部隊及び NBC テロ対策部隊は NBC を使用したテロや犯罪に対応する日本警察の警備部隊警察庁ではテロ対処部隊の一つに位置づけている NBC テロが発生した場合に出動し事件事故現場において 被害の拡大防止措置の実行及び被害者の救出や救助、避難誘導にあたる。そのために、被害原因となる物質の検知、除去の専門技術や装備を有している。NBC テロ対応専門部隊は、北海道警察、宮城県警察、警視庁、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、大阪府警察、広島県警察、 福岡県警察の旧都道府県警察の警備部、機動隊、警視庁公安部公安機動捜査隊に、全国で、総勢、約200人の体制で設置されている。NBC テロ対策部隊は、その他の府県警察の警備部機動隊、千葉県警察成田国際空港警備隊、警視庁東京国際空港テロ対処部隊に、 全国で総勢約400人の体制で設置されている。1995年に発生した地下鉄サリン事件や2001年に発生したアメリカ炭素金事件を受けて警察庁は対策を強化2000年4月19日警視庁公安部に NBC テロ捜査隊を6月大阪府警察に NBC 初動措置隊を発足させ 他の同県警察機動隊にも同種の部隊が設置された。NBC テロ対応専門部隊の隊員は扱う物質の特殊性から陸上自衛隊科学学校で専門教育を受ける。装備は科学防護服や NBC テロ対策者のほか生物、科学材検知器や放射線測定器、除、洗い機材などが配備されている。また近年、日本各地で 合同テロ対策訓練が実施されており、NBC テロ対応専門部隊も参加している。この訓練は、関係各機関と合同で行われている。警視庁では、公安部に NBC テロ対応専門部隊を設置しているが、機動隊の中にも、科学防護隊を編成しており、テロや科学事故に対応している。1994年に発生した。 松本サリン事件の教訓から、警視庁では、科学テロの再発に備え、一部の機動救助隊に、科学防護服や、科学分析機を装備し、訓練を行った。1995年に、地下鉄、サリン事件が発生した際は、訓練を受けた部隊の一部が出動している。その後、同年に、科学防護隊として、正式に発足した。 科学防護隊の隊員は、陸上自衛隊科学,学学校で指導を受けている。警視庁の特化車両隊、第1機動隊、第8機動隊、第9機動隊などに設置されており、隊員は、機動救助隊を兼務している。ありがとうございます。